はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15、チャプター15、おまけパート、続きやっていきます。今これ何やってんのかというと、まあこれ、クローズネストでも、何度か見ていた、ジャスティスモンスターズ5っていう、まあゲームなんだけど、別にこれは遊びたくて遊んでるわけではなくて、これすでにもうプレイしてからだいたい1時間ぐらい経ってるんですが、左上を見てほしい。宝箱みたいなマークがついてて今97ってなってるんだけど、これをね99にねしようと今頑張ってるわけなんだよ。でなんで99になるまで頑張ってるのかは、まあ、とりあえず宝箱を手に入れてからにしよう。でまあこのピンボールゲームって言えばいいのかな、スマホ版もなんかリリースされてるらしいけど、なんかあの4体ね、下にモンスターがいて、こいつらをまあ弱点だとかいろいろあったりするから切り替えつつ戦っていくみたいな。ただしね、この4体のモンスターのうち1体でも体力がゼロになってしまった時点でこのゲームは終わってしまう。そして所持している宝箱の個数によってそのもらえるアイテムがね変化するわけで、最大数値が99個まで。だからまあ宝箱をまあ単純に99個手にすれば一番いいアイテムが手に入るわけだ。よし来た、よし無事に99個、それじゃあ終了しよう。はい、でここねオルティシエにねおりますよ。あ、なんかゲームがすげえ重たい。はい、ゲットした豆とウェキソス。なんかわけのわかんないアイテムを手に入れたんだけど、オルティシエのね、まあ、ここ、とある場所なんだけど、ここに、ジャスティスモンスター5?なんか一般ピーポーもやってるけど、こっちのね、ジャスティスモンスターズ5はね、10ギルなんだけど、このちょっとなんかね、絨毯が引かれたこのジャスティスモンスターだけ、実は1万ギルかかると。でね、1万ギルかかるジャスティスモンスターだけで、ね、もらえるアイテムがちょっと違って、今ね、手に入ったね、どれだっけ?これだ。マメットベキソス。これがね、ギルが溜まっていた理由です。これね、売るとね、1個30万ギルで売れます。というね、すごいアイテム。これを見せたかった。これをね、売ってお金にして、で、経験値ボーナスのかかるアイテム買って、で魔法に混ぜてレベルアップさせてたり、そしてまたお金なくなったらこれやってマメットベキソスゲットして売って金にしてというのをね繰り返したりしてました。でこの怪しいおじさん待ってたぜ。この人にねこのカンナギ就任記念硬貨をねいろんなものに交換してもらえて、ちょうどね40個超えてるから、うん、こいつと交換でどうだ、リボンくれ。よしこれで取引しよう。よしこれでリボン3つだ。どんどん集めてくれ。いいものを用意しておく。よし、じゃあね。ノクト装備されてるでしょ?イグニス装備されてる。手法だからね。グラディオに装備させよう。プロンプトだけ装備してないけど、まあ、それは許して。いや、ゴンドラ乗ってかない?で、一旦ゴンドラでマーゴに移動しよう。あ、間違った。50万ギルだ。そうだ、これ、マメットベキソス50万ギルで売れます。だけど、今回は、売るわけではなく、お金は十分あるんで、何に使うのかというと、魔法に混ぜちゃうよ、これを。これをね、魔法に混ぜるとどうなるか。せっかくだからね、全部混ぜちゃうよ。全部混ぜて、で、マメットベキソスはね、なんとね、限界突破&53個、魔法53個もね、手に入るね、超強力魔法が多分作れます。多分これが一番でしょ。で、マメットベキソスをね、もっと集める人がいるならばね、もっとね、個数がすごい魔法になると思う。つうわけでね、今回、推奨レベル99のダンジョンに潜るわけだから、これをね、魔法に混ぜてみたかった。混ぜちゃう。マキシマムマジック。限界突破レベル99持っておこう。そして
ステータスもね、ぶっち抜いてね、行きたいので、これを食いたかった。待ってたよ、ノクティス王子。それじゃあ、要件を伺おう。ウィスカムの、何をお出ししようか。ウィスカムの、贅沢キャビアのカナッペ。全体的にパラメーターが大きくアップしっていうやつなんだけど、これを目的として。ただこれから向かうダンジョンは夜じゃないと開いていないところだから、途中で効果が切れるのかもしんないけど、まあそれでも食ってみたいから食っちゃおう。30万ギル、バイバイ。少々お待ちいただこう。いただきます。30万ギル、これがおっと、ひらめくんだ。いつでも寄ってくれ。てことはこれだね。同じ、まあ、ほぼ同じ料理。セルナキャビア、セルナキャビアっていくらだったっけ。あ、買える。お金すっからかになるけど買える。買っちゃおう。前通り、また来いよ。よし、これで中にシルベがあったならば中でも食える。団長に入ってからでも。よし、というわけでね、どこまで行くかい。前回の最後に言っていたね、今回のちょっと冒頭でやりたいっていうのはね、こういうことです。最強の魔法も手に入れたからね、これで最後の団長に潜ろう。じゃあルシスに戻ろう。てなわけで、ルシスの地に戻ったら案の定真っ昼まで待つ羽目になってしまって、食事効果がもう半分以下になってる。そしてこちらがそのダンジョンでございます。これね、推奨レベル99。夜になるとこんな感じになって、でこのダンジョンのね、何が地獄だったかというとね、謎解きがね、存在したダンジョンなんだけど、その謎解きをね、間違え、まあ、最大、行くか。そうだね。最大4回までね、間違うね、ダンジョンとなってて、僕は案の定4回間違って、それするとね、間違うとね、とてつもなく強いモンスターたちがね、出てきて、それと4度戦うことになるわけだ。で4度戦ったので、ほんとね、ここがね、きつかった。あ、スチリフの森ほどではないけど。とりあえず、最下層に向かって、早いところ、扉の前まで行こう。さて、タワーの最下層に到着して、マップを見てもらうとね、これ、チェックがついてるんだけど、これがね、まあ、いわゆるその、パズルで、これをね、まあ、どれか適当に、あれ、どれだったっけな、まあ、これを選んで、地面が動いて、出口につければ OK という、やつ。あれ?戻ってきたんだが。待て、行きたいところに行けない。このパズル、ほんと嫌い。外れてほしいのに、まさか今の外れなかったのか。目的地にたどり着けない。着いた。着いたけど、そう、ここが当時来た時は最悪な場所だった。といってもね、レベルがすげえ高い状態で来たところじゃなかったから、動画外で。ここほんとね、ここをね、モンスターがたくさん出てくるとこなんだけど、ここを4周もさせられたわけだよ。地獄だったね。で今はまだこんだけで済んでるけど、何度も何度もハズレを引くたびにね、出てくるモンスターがね、
増えていくところでね、ここ、このウルフラマイラーだったっけな、この鉄巨人みたいなやつもね、最終的にはね、何体出たっけな、4体ぐらい出たはず、このエリアに。だけど今は余裕だ。さあ限界突破魔法もね53個もあるわけだから。今思ったけど俺らってさ、キングスナイトみたいじゃない？はあ？4人で一緒に戦うじゃん。じゃあ俺は星5の強さだな。いや、そのレアキャラは俺だろ。限界突破魔法も大量にあるわけだから、そんなに貯金せずに使わなくてもいけるね。さあここが最後。扉を見つけたな。先に進むのか。レッツゴー。食事効果が切れる。食事効果が切れてしまう。30万の食事した意味で、まあでもレシピは取得したから最初のシルベで作ってもらうか。おお、開いた。よし行こう。さあなんかこういう遺跡風なところ、ああ、え、何アイテム使えませんだと聞いてない。マジで？マジか、アイテム使用不可か。ってことはここでは使える。あ、ちょっと待って、じゃあみんな回復させとこう、ひとまず。え、じゃあもしかしてシルベもない？どうなんだ。行くっきゃない、挑戦だ。え、なんかこの形状はさ、スチリフの森同様嫌な予感が結構してるんだけど、結構深いやつかこれ。あ、本当だ、アイテム開けない。ならちょっと待って、ギャザリングが大事になるかもしんない。まだね、体力が十分ある状態でね、体力を回復できるのは唯一ギャザリングだけだから、ギャザリング使おう。あと回避できる攻撃はちゃんと回避する。オッケー、無事に済んだな。あー、アイテム欄開けない。マジか、これいけるかな。トンベリとか出てくんなよ。よし、ボブゴブリンならもうカード攻めだ。あ、もう一体いた。おらおらおら、やっぱりアイテム使えないっていう制約があるからちょっと優しいのかな。そういうことでもないのかな。容赦はしない。さすがイグニス。当然だ。え、おい、俺を殺す気か。なんだなんだ。行こうよ。ああ、魔法も大事に使うっつっても53個か。ここはマインドフレア2体。行こう。はいよ。みんな可能な限りダメージを受けないでくれ。あり。終わりか。叩け叩け。容赦はしない。手加減はしねえよ。終わりか。危ない。ってことはだ、あのどっかのタイミングで誰かパーティーのメンバーが死亡して、ただし戦闘が終わったら死んでた仲間も生き返るけど、体力が自利品の状態になるから、やっぱり体力減るのは相当やばいわ。
ハリー。今だ。任せろ。で、食事効果はもうすでに切れている。嘘。よし。容赦はしない。手加減はしねえよ。行け。終わりか。23,000。よし、どんどん、あ、こっちだ。どんどんいかんと。ボブゴブリンだらけだ、この辺。かといってこいつらに魔法を使ってみる。一発使ってみるか。おっ、つえめっちゃつえ、これ。ここまで強いとは。まあ、そりゃそうか。全部魔法をかける99のマメットベスキスだったっけ。ちょっとあのアイテム名前難しくて曖昧だけど。おっと、なんだ、マインドフレア。体力がね、みんなピンチになったらね、魔法をねどんどん使おう。でファントムソードも使いつつ、あ、やばい。早速体力が結構やばいことに。早いとこ倒しちゃって。今の良かったな。あー、ノクトとイグニスの体力がちょっと減った。これシルベまでなんとか行かないとな。これやばい、相当きつい。あー、きつい。あー、魔法が無効だ。いやー、あら、減ったな。苦戦したからな。いや、大苦戦だよ。すでに結構ピンチを迎えてる。だってこれノクトが力尽きた時点でじゃあアウトじゃん。あー、ボブゴブリンなら大丈夫。何やってんだ。キャンプにするか。よし、まずは第一シルベに到着。くじけずにやり直した。つまりはこのダンジョン、アイテムが使えないっていう特殊なところだっていうのは分かったから、キャビア食うとかそんなこと言ってる場合じゃないな。つうわけで装備をね、また全体的に見直してみた。特にノクト、剣をね一本に絞って、他全部魔法でね。あの回復アイテムが使えないっていうことだけど、魔法に混ぜることはできる。だからね、ポーションをね魔法に混ぜるとね、ケアル魔法にできるからね、適当な魔法に混ぜてね、ノクトだけはこれで回復できる。最悪仲間もね、体力がね戦闘時に減ってったら仲間にこれ持たせてやって使ってくれることを祈ろう。あとはまあノクトがね死んでしまった時点でもうゲームオーバーだから、これ大事ね。あとマキシマムマジックとフレア限界突破魔法で、まあリボンを外してね体力を増やしたいところだけど、やっぱり状態異常だったら直せないからリボンは外せない、プロンプトを除き。でまあシルベがあったらそこでオートセーブがかかれるから、ここで休んで次死んでもここに戻される。だからシルベがあったら必ず休もう。え、
本当にここで寝るの？仕方ねえだろ。で、何を食べたらいいかな。ちょっとね、のんきにキャビア食ってる場合じゃないから、まあ、防御力だとか、あとは体力回復速度が上がる系のものがね、いいと思うんだけど。ああ、これとかいいね。黄金テールスープ。HP の回復力が速くなるし、攻撃が必ずクリティカルヒットになる。これだな。さあ、オートセーブがされて、こっから今日も気合い入れていくか。うん、行こうぜ。まあ、強そうなねモンスターが出てきたら何としても死ぬわけにはいかないし、まあ、死んだところでまたシルベに戻ってくるから、マキシマムマジックをね惜しまず使おう。ゴブリンは大丈夫だと思う。油断禁物ってね。てやゴブリンなら大丈夫だ。あとね、ドーンブレーカーもね控えて、ギャザリングで体力を大事にしよう。さて、10階層あたりでねシルベがさっき出たと思うんだけど、10階層ごとにシルベが出てくれたら助かるな。あれ、分岐だな。フレア、おっと危ない。マインドフレアはね、あの炎系魔法じゃないとね効かないからね、そのためにフレアを作ってます。マインドフレアにねブリザード系を使ったら無効化されて、雷使ったら回復するんで。さて、この形状のダンジョンの分岐は外れ分岐だと行き止まりになるから全部行ってみよう。まず左、外れでアイテム。じゃあ次右、あ、アイテムだ。魔導コア、これ魔法に混ぜたら限界突破するやつだっけな。で、当たりは正面。スチリフの森は、まあ、長いっちゃ長いダンジョンだったけど、別に敵はめちゃめちゃ、まあ強かったけど、回復薬でご利用すればいけないことはないダンジョンだったから、ここはマジの高難易度だ。ファントムソードを使おう、マインドフレアには。リンク、オーケー。で、このケアル魔法は便利なことに、今ノクトの体力、あの黒いゲージの部分はねポーションとか使っても回復してくれないんだけど、ケアルだと回復できるからそれが便利。でボブゴブリンは近接で OK。 でちょっと念のために回復、はい回復した。でちょっと魔法を追加しとこう。霊気エレメントをね回復用として作ろう。ポーション4つ混ぜた時点で回復レベル99になるから、これを混ぜて必ずストックを用意しとこう。ただ今フレア系統がね切れてるからね、連続ファイガーにしよう。これをマインドフレア対策用に。まだねこっからさらに仮想を向かうとね、どんな敵が出てくるかがわからないのが心配なんだけど、
きたい。で、一回かわして、ギャザリングで一時回復。集合しろ。オッケー。はいよ。はい。とどめくな。どんどんノックバックさせれば大丈夫。全員無事だな。先行こうぜ。さあ次。攻撃が全てクリティカルっていうのはいいね。やっぱり通常時の戦闘よりダメージが高い。でこの辺はゴブリンばっかりだ。でファントムソードのゲージも溜まったから、強そうな敵が出てきたらファントムソードだ。先を急ごう。次マジでゴブリンばっかりだ。警戒すべきはマインドフレアだ。オニオンバングル？え？オニオンバングルってなんだ？オニオンといえば FF3 の時玉ねぎ剣士ってのがいたよね。信じがたいほどにアップする。この驚くほどとか信じがたいとかいろいろ表現方法を変えてきてるのはわかるけど、ちょっと無理があるな。オニオンバングルか。黒のチョーカーっていうのはね、これ回復速度がね、 HP 回復速度がアップするものなんだけど、どうしようかな。ちょっと交換してみるか、オニオンバングルに。ノクトは決して死んではならない。マインドフレアだ。そう、2匹が可能な限り寄り添ったところで使いたいんだけど、いけだな、まずは。ああ、一発しかヒットしない。ファントムソードだ。まず1匹を片付けろ。よし、オッケー。まだ体力は大丈夫だな。お、シルベだ。よし、着いた。結構頻繁にシルベ置いてくれてんな。よし、それなら今回はここまでにしよう。何階層くらい来たか忘れちゃったけど、まあアイテム使用不可という縛りをつけられてるんで、必ずキャンプでは休んで飯を食って、オートセーブポイントをね作って、どんどん次に進んでいこう。それじゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。